ございます。アレリア、おはようございます。モグさん、おはようございます。アレリア、今日は涼しい、いい気候です。リーさん、おはようございます。精神状態が悪い。はい、おお、やっぱりちょっとですね、YouTube はちょっとダメみたいですね。はい、アイポンさん、おはようございます。ここはあの雨の時にね、よく来るところです。ガデムさん、おはようございます。おはようございます。トランプ大統領は、今日ですね、今日帰られるということだと思います。きょうちゃん、おはようございます。嬉しい、ニュースはですね、嬉しいニュースは、まあ、トランプ大統領が靖国参拝しなかったことですね。靖国参拝しませんでした。それはとても嬉しいことです。よかったです。トランプ大統領が靖国参拝してほしいという人たちが多かったようですが、しかし、あ、やっぱり YouTube ダメですね。ごめんなさい、 YouTube はダメでした。トランプ大統領は、まあ、無事今日帰ると思いますが、納豆さん、おはようございます。モーカさん、よかったです。この日本のトランプ大統領の日本来日、この来日はですね、いいことが、いい結果になるのではないかと期待します。まあ、霊的な問題です。霊的な問題は非常に難しいですが、その霊的にですね、トランプ大統領の来日には日本のリバイバルの、ね、一つのステップだと信じます。飛び子さん、おはようございます。マイケルさん、シャン、サン、サオシャン、サオシャン、ハオア、おはようございますっていうことでしょうかね。サオシャン、ハオ、ハオア、今朝いかがですかということでしょうか。ルーシーさん、トランプが今回の来日したのは天皇陛下に会うためだけでしょう。そうですね、それが一番の目的だと思います。太郎さん、はい、あ、サオさん、サオシャンハオアーはおはようっていうだけですか。すいません。はい、まあそういうわけで、リバイバルに 着実に向かっているのではないかと思われます。神様は日本を変えるために働かれており、日本は、確実にですね、リバイバルに向かっているのではないでしょうか。それを、期待します。今日のですね、まあタイトルはイライラする原因。なんか聞いただけでイライラしそうですけど、ちょっとイライラって聞くだけでイライラしちゃう。リュウビさん、ハレリア。じゃあちょっと皆さん聞きましょう。皆さん、今イライラしてる人手を挙げてください。今イライラしてる人手を挙げてください。イライラしてる人、ニコ玉に多いニコ玉に多いですね。まあ、イライラするっていうことはちょっと辛いですよね。イライラしてると何かですね、
苦しいというかきついですよね。で、その原因はいろいろあると思います。いろいろあると思いますが、いくつかちょっとリストアップしたいと思います。一つはですね、誰かにイライラする、何かですね、自分のそばにですねちょっと気に入らない言動をする人、気に入らない言動をする人がいたら、イライラしますよね。キリさん、仕事中にイライラ多いです。ああ、そう、仕事中にね、なんか仕事中に、なんかそばにね、なんかちょっとこううまくいかない人とか、何かこう気に入らない人がいると、好きじゃない人がいるとそれだけでイライラしますよね。そのパワハラの上司がいるだけでイライラするし、気に入らない同僚がいてもイライラしますよね。それがまあ一つです。それから、心配事があるともちろんイライラしますね。心配事、何か問題があるとイライラします。これも当たり前といえば当たり前です。その問題が苦しい、ね、問題があるということがイライラする、これが2番目。3番目はですね、何か決心しなきゃいけないとき、どっちなんだろう、こっちなんだろうか、あっちなんだろうか、なかなかその決めなきゃいけないのに決まんない、もうね、もう時間がない、もう時間がない、もう締め切りが迫ってる、しかしまだ決まらない、まだできない、それもまあイライラしますね。つまり、そうですね、心が揺れ動くと言ったらいいでしょうか。心が不安定、心が決まらない、心が安定しない、それがイライラですよね。イライラっていうのは、要するに心が浮いてるという感じ、心が落ち着いていない、その心がですね揺れ動く、どうしよう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 、それがイライラですよね。で、もう一つはですね、もう一つこれをちょっと言いたかったんですけど、イライラの原因は自分の思うようにならない、自分がこうしたい、自分が、ああしたいという、そういうですね、ちょっと絶望に座って、自分がしたいことがですね思うようにいかない、自分の思うようにならない、ね、そうするとイライラする、いろんな理由があると思います。一つ一つちょっとそのどうすればいいかということをちょっと言いたいですが、その誰かイライラする人がそばにいるからイライラするというならば、やっぱりそこには、許すということと愛するということが必要ですね。その人を嫌いだからイライラする、その人が嫌だから、イライラする、それは、自分の心に、愛がない、その人を愛する、愛さなければどうしてもイライラする、要するに愛がないことがイライラの原因と言ってもいいでしょう。なかなか許せない、なかなか愛せない、現実はそうですが、しかしそこに信仰は必要です、ね、そこに信仰は必要です。信仰で、その人を許します、その人を祝福します。皆さん、もしですね職場に嫌な人がいたら、その人を許します、その人を祝福しますと言ってみてください。1回2回ではなかなかイライラが取れないかもしれません。繰り返し言ってみてください。その人を許します、その人を愛します。そうすることによって、仕事中ずっとですねイライラして、仕事中ずっときつかったらもう仕事もしたくなくなるでしょう。職場にも行きたくなくなるでしょう。もう本当に、仕事中が辛い時間になるでしょう。で、2番目は、心配事がある、誰でもですね
心配事、問題があったらですね、誰でも、まあ、イライラします。その、まあ、答えは、イエス様に委ねるということですね。イエス様おっしゃいました。悩んではいけない、心配してはいけない、私が共にいる。皆さん、自分で解決しようとするから、まあ、イライラする。自分で解決しようとするから辛いのです。ですから、重荷を下ろしてイエス様に、アリュービさん、おはようございます。重荷を下ろしてですね、トモコさん、おはようございます。小エリちゃん、おはようございます。ユキヒロさん、おはようございます。イエス様に委ねてください。イエス様に委ねるならば、楽になります。口で言うんですね、イエス様に委ねます。イエス様に、委ねますね。そういうふうに言うといいと思います。で、3つ目は、何か決まらないときね、どうしたらいいか、こうしたらいいんだろうか、ああしたらいいんだろうか、気持ちが決まらないとき、これも同じです。イエス様にですね、どっちがいいんでしょうか、 A でしょうか B でしょうか、A でしょうか B でしょうか。佐藤さん、ハレリア。リュービさん、雨降ってませんよ。イエス様 A でしょうか B でしょうか。自分でもし分かんなかったら、イエス様に委ねてください。また信仰的に考えてください。信仰的に、 A の方が愛があるんだろうか、 B の方が愛があるんだろうか。私たちは、その愛がある方を選ぶべきです。また御言葉に、合う方を選ぶべきです。それも訓練です。なかなかですね、難しいですよ。自分のしたいことと、ね、御言葉が反することがあります。ですから、そこでやはり私たちは4番目と同じなんですが、自分のしたいことがうまくいかないとイライラします。人間はですね、自分のしたいようにしたいし、 YouTube ダメでした、ごめんなさい。自分のしたいようにしたいし、自分がうまくいかないと何かこう気分が悪い、何かこう嬉しくない、楽しくない、まあそれは誰でもそうですよね。自分の思うようにいったらどんなに素晴らしいでしょうか。自分の思うように、なればいいんですが、まあ私たちは、そうではなくて、自分の思うようになることを望むのではなくて、聖霊様の導き、要するに御心が行われますように、天で、父の御心が行われるように、地でも行われますようにと祈ります。主の祈りですね。ですから、そこで私たちは、自分の思いが行われるのではなく、聖霊様のされることが行われますように、そのように考えることが大事だと思います。モーカさん、イエス様に委ねるようになったら心に平安になり、悩むときは祈るようになりました。祈りは一番の解決策だと知りました。アーメン。そうです、皆さん、祈りが一番の解決策、ね、祈りが一番の解決策なんです。そうなんです。ぜひ皆さん、そのことを知ってください。祈りが一番の解決策、祈りが一番の解決策ですね。委ねること、許すこと、そして、自分の思いではなく神様の思いが、行われるように願うこと、そうすると平安が来ます。平安、それはイライラの反対ですね。イライラは平安ではありません。イライラは、心の不安定、それは、まあ、もっと、まあ、一つの表現は、神から離れると不安、イライラする、
神様から離れるとイライラする、神様の御心から離れるとイライラする。電波悪い、ごめんなさい、電波いいところに行きましょう。神の愛から出るとイライラする、愛の中にいないとイライラする、まあ、そうすると分かりやすいかもしれませんね。私たちは、いつも愛の中にいる必要があります。ぜひ皆さん、この配信を見るとイライラする、まあ、悪霊がいるとイライラしますね。悪霊がいられる、ですから皆さんが悔い改めてですね、悔い改めて聖霊様をもらってください。聖霊様をもらうと悪霊が出ていきます。悪霊が出ていきます。悪霊がいると苦しくなり、悪霊がいるとイライラします。ですから私たちは、あ、ハナさんおはようございます、ハナさんおはようございます、ハレリア、悪霊がいるとイライラします。クリちゃん、神様から離れると電波悪くなる。そうですね、神様電波が届かないとイライラしますね。神の愛の電波、そうです。電波っていうのはね、まあ、アンテナに近づけば強くなりますでしょう、ね、神様から愛が出てる、だから神の近くにいれば愛の電波を受け取れます。神から離れると愛の電波を受け取らなくてイライラします。ですから私たちは電波を探すように、神様の愛の電波を探しましょう。イエス様に近づくのです。そう、神様が愛の電波を出していますね。愛の電波を出しています。ですから私たちはその、愛を受け取るためにイエス様に近づきます。皆さんがこの放送に、来てくださっているということは、ある意味でイエス様に近づいていることになると思います。ある意味で皆さんがイエス様に近づいて愛を受け取っていると言えるでしょう。皆さんは愛を受け取っているので、この放送で何か平安を感じたり、イライラがなくなったり、その気持ちが、ね、何か爽やかになると思います。リュウビさん、今日は4時半ですね。ちょっと寝坊しました。4時半に起きました。はい、そういうわけでイライラする原因、まだ他にもあるかもしれません。イライラする原因があるということですね。解決がある。イライラ人生は楽しくないですよね。イライラ人生楽しくないと思います。私たちはいつも平安が必要です。平安が必要です。どうして朝祈るのでしょうか。朝祈ることによって、イエス様に近づきます。イエス様に近づくと平安になります。そして一日その平安を保つのです。朝からイライラしたら一日楽しくないですよね。ヒットさん、祈りがイライラ対策ですね。一日が楽しい一日、私自身にとってもこの放送を通してイエス様に近づいている気がします。ぜひ皆さん、私たちはですね、その一日を平安で始めて、一日中平安の一日を送ることができます。ですから朝祈りましょう。朝、
イエス様に向かって感謝をし、そして、委ねるのです。問題を委ねて、また誰かを許すのです。それがとても大事です。モーカさん、この放送で気持ちがポジティブになれ、イエス様の愛を感じています。感謝します。アメン。多くの人はイエス様を知らず、神の愛を知らず、神の平安を知らないで、まあ、イライラ生活、イライラ人生を送っています。ですから私たちは、幸せです、イライラ人生から解放され、私たちはイエス様を知って、平安になる人生、平安な心を、もらっています。ですから今度は私たちが、その秘訣をですね、伝えなければなりません。いろんな形で皆さん、福音を伝えましょう。十字架を伝えましょう。イエス様を伝えましょう。皆さんのやり方があります。また皆さんの賜物があります。賜物というのはね、皆さんのまあ才能みたいなものかな。皆さんの才能を使ってイエス様を述べ伝えてください。皆さんの賜物を使って愛を表現してください。一人一人違った、愛の表現ができるでしょう。リュウビさん、ごめんなさいね。なかなか LINE を見る時が少なくて申し訳ないです。ジュデロンさん、なぜ多くの日本人がイライラしているのでしょうか。まあ、ストレス社会、日本はですね、ストレス社会です。ですから、さっきも言ったように、愛がないとイライラするということですね。誰でも愛がないとイライラします。誰でも愛がないとイライラします。それはですね、誰でもそうだということですね。愛がないとイライラします。それでは証しタイム行きましょう。証しタイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、イライラしなくなってきた証、イライラしなくなってきた証、スタートゆうさん、このように期待するとイライラすると思います。このように期待するとイライラする。人間に期待するといい。人間に期待してね。人間に期待しても、その期待したようなことが返ってこないとイライラしますよね。自分の期待することのようにならないとイライラします。ユビさん、イエス様への祈りはですね、返事があります。イエス様に祈ってみてください。返事があります。この放送を聞いてイライラしなくなった。アメン。この放送を聞いてイライラしなくなった。イスラム教の人がユダヤ人を見たり、クリスチャンを見るとイライラします。まあ、それはですね、霊的な問題ですね。ですから悪霊がいるとイライラします。ね、聖司さん、悪霊がいるとイライラしますよ。悪霊がいると。ヤクザっていつもイライラするでしょ。なんかヤクザってなんかいつもイライラしてる感じしません？だから
悪意があるとね、悪意が、怒りがあったり、悪意があったりするとイライラします。ユウさん、私は以前短期でよくイライラしてましたが、忘れたように心が穏やかになりました。ユウさん、よかったですね。ユウさん、よかったです。まあ、ちょっと名付けましょうかね。イライラの悪霊、イライラの悪霊が、出ていくと、イライラの悪霊が出ていくとイライラがなくなります。カリスマ的に言うと、カリスマ派的に言うとですね、大石さん、おはようございます。カリスマ派的に言うと、イライラの悪霊によってイライラさせられている、悪霊によってイライラさせられていると言えるでしょう。その悪霊を追い出す方法が、許す、委ねるということですね。許す、委ねるということでしょう。大事な原則です。大事な原則、その大事な原則を実行し、身につけている皆さんは幸せです。もっともっと訓練し、もっともっと訓練し、それをその的確に素早く実行できるなら、イライラのない人生、イライラのない人生になっていくのではないでしょうか。それは素晴らしい人生です。素晴らしい人生です。まあ、一時的にイライラしても、一時的にイライラしてもすぐに回復することができるなら、それは素晴らしいですよね。皆さん、そうなってほしいと思います。カーブさん、牧師さんの放送を見始めてからイライラすることがなくなった気がします。わお。皆さん、まさにこれが証です。皆さん、これが証です。皆さん、それが証です。それが証です。ゆうさん、夜中にケーキの画像をググって見ていたらウキウキしてきました。そうですね、こうたくさんのクリスチャンがこう、あの空中に上がってる画像じゃないでしょうか。ゆうさんもそのように天に昇っていきます。天に昇っていきます。皆さんにちょっと、謝んなきゃいけないことがあります。昨日の放送でですね、まあ、ある方の証を読んだんですけど、ちょっと一部にですね、ちょっとこの、まあ、なんて言うんでしょうかね、フェイクって言いましょうかね、らしきところがあって、もしかしたらあの証は嘘かもしれないという疑念があります。まだはっきり分かりません。もし嘘だったら本当に申し訳ありません。とてもいい証なので、信じてしまいましたけど、一部ちょっと疑念があります。もうかさん、イエス様がそばにいてくださるのでイライラしなくなりました。イエス様に守られていると分かりました。アメン、アメン。そうです。大事なのは、イエス様のそばにいることですね。イエス様のそばにいることです。パチンコとかね、競馬やっててなかなかうまくいかないとイライラしてるんではないかと思います。多くの人は自分の欲通りにならないとイライラするでしょう。ですから私たちは欲を捨て、肉を捨てるならばイライラすることが減ってくるでしょう。多くの人はですね、その欲によってイライラしています。
はい、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージですから、多くの人はですね、まあイライラする人が多いと思います。でもそのイライラする原因をですね、多くの人は知りません。まあ、知ってある程度わかるでしょう。原因を知っていても解決がないのです。多くの人は冷静に客観的にイライラする原因とそして対処法を知るべきです。私たちはその今日学んだんです。イライラする原因と解決を学びました。あとは皆さんがそれを実行することです。さっきイライラしている方ということで手を挙げた方がいると思いますが、早速実行しましょうね。早速実行しましょう。そして、毛虫？ああ、そうですね。桜の木ですから、毛虫が落ちてくる可能性があります。はい、それではですね、招きをしましょう。ちょっと早いかな。ちょっと早いですが、招きをします。ここはちょっと角笛ができる場所でしたから、角笛行きましょう。招きをします。今日の放送を聞いて、ああイライラを取ってほしい。イライラを取ってほしい。だから、そのもし対象に人間がいたらその人を許します。もし、問題があればイエス様に委ねます。もし、どっちが、いいかわからない場合にはイエス様に、お願いします。自分の欲でイライラしている人は欲を、ね、取ってもらいましょう。欲を取ってもらいたい。もう一度言います。イライラしている人は、人を許し、そして問題を委ね、また問題を教えてもらい、解決を教えてもらい、また欲を取ってもらう。そのようにしてもらいたい人、アメン。イライラを取ってもらいたい人、イライラの悪霊を追い出してほしい人、アメン。イライラの悪霊を追い出してほしい人、アメン。平安が欲しい人、イライラを取って平安になる角笛。アメン、アメン、アメン。天のお父様、どうぞ、私たちの心に平安をください。イライラの悪霊を追い出し、天国の平安をください。誰かを憎んでる人がいたら許します。誰かを嫌ってたらそれを悔い改めます。問題があれば委ねます。答えが見つからなければ願います。また欲で苦しんでるなら欲を捨てることができますように。いろんな欲を捨てることができますように。その結果、私たちに平安が来ますように。イエス様、今アメンと言った方々に平安がありますように。深い深い平安がありますように。そしてどうぞ今日一日も平安のうちに過ごすことができますように。あなたに会って喜び、あなたに感謝し、今日の天気のようにすがすがしい気持ちで一日を送ることができますように。またイライラ人生を送っている方に平安人生になりますように。イエス・キリストを信じる平安、イエス・キリストの愛の平安、イエス様に近づき愛の電波を受けますように。イエス様から愛の電波を受けて、その愛の中にとどまることができますように。
神の愛は平安です、神の愛は平安です、イエス様の平安のうちにいさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、それでは、皆さんまた夜7時にお会いしましょう。シャローム、シャローム、シャローム、シャローム。